タビュアーの高橋真帆です。今回も山本先生にインタビューさせていただきたいと思います。今回は山本先生にとってのパーソナルトレーナーについてたくさんお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トレーニングを始めたきっかけを教えていただけますか？高校の時にラグビー部に入ってまして、でラグビーの補強としてウェイトトレーニングを始めたんですね。そしたらそちらの方が面白くなってしまって、あんまりラグビーやらないでトレーニング室ばっかり入り浸るようになって、それがまあ、きっかけです。トレーニングをされてる中で挫折など経験されたことはありますか？やっぱり怪我が一番多いですね。何度も怪我をしていまして、その度にちょっとトレーニングができなくなるんですけれども、逆に怪我してトレーニングができないと、その時にその怪我をうまくかばった上でどのようなトレーニングができるかというようなことで、ちょっと逆に新しいトレーニング方法を編み出したりとかいうこともできますので、むしろその挫折がステップアップへのつなぎになっていくということもあります。具体的にどのような怪我があって、どのような経験に生かした？一番多く怪我をしたのが左のハムストリングですね。ハンモの裏なんですけれども、ここも怪我するともうほとんど足が上がらないような状態になってしまいます。レッグプレスという種目があるんですけれども、ももの前とあと後ろのハムストリング両方使われるんですけれども、そのフォームをちょっと変えるとハムストリングの方に強い刺激がいくようになるんですね。でそういうフォームでやっていた時に怪我をしてしまいました。このような状態でも足のトレーニングをどのようにするか、足は上がらなくてもできるようなフォームに変えていくと、そうすると逆にですね、もともと怪我をしているような人、ちょっと膝が悪いような人なんかでもできるようなフォームが指導できるようになります。よく科学的根拠って言いますけれども、科学的根拠があってもやっぱり自分 の体で試さないとそれが本当に正しいかどうかというのは分からない。自分の体で試してこそクライアントさんに指導することができるということもありますので、はい、自分でちゃんと試して、まあ、これは正しい根拠があっても実はこれ間違ってるというようなことも結構あったりしますので、自分で確認することが大事だと思います。パーソナルトレーナーを始めたきっかけは何でしょうか？大学の時にスポーツクラブでアルバイトしたんですけれども、会員さんにトレーニングを指導するということをやっていまして、指導の面白さに目覚めて、まあ、バイトというよりはもう本当に自分の生きがいというように感じられて、それからトレーナーを始めるようになりました。ありがとうございます。経験プラス科学的根拠、本人が向上心を持っていることですね。科学的根拠があるものの